停止位置直前や後続車に追突の恐れがあるとき以外は、黄色信号での進入は信号無視。こちらは赤信号での進入。信号無視は重大な事故へとつながります。絶対にやめましょう。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。停止位置直前や後続車に追突の恐れがあるとき以外は、黄色信号での進入は信号無視。こちらは赤信号での進入。信号無視は重大な事故へとつながります。絶対にやめましょう。赤信号での停止線越えは信号無視になります。こちらも付近に人影が。横断しませんでした。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。右折レーン。付近に人影が。自転車を降りて押している歩行者が。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。一時停止の標識。
一時停止線を無視して通過。片側ボタン式信号で側面の信号が赤だからと停止せずに通過するドライバーをよく見かけます。しっかり停止をして確認してから進行しましょう。歩道走行し追い抜くバイク、通行区分違反です。急いでいるのか車間距離も近め、横断歩道手前のためアクセルオフ、ブレーキは踏んでいないのですが気に食わなかったのか面を上げて何か言いたげ、制限速度を超えて追い越し、停止線を越えての停止は信号無視になります。さらに早期発進、対向から踏切で一時不停止の自転車、後続車も一時不停止で通過。踏切内での停車を防ぐためにもしっかり停止を、横断中に列車が来ないことや渡った先にスペースが空いていることを確認しましょう。停止位置直前や後続車に追突の恐れがあるとき以外は黄色信号での進入は信号無視。こちらは赤信号での進入、信号無視は重大な事故へとつながります。絶対にやめましょう。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、本日もご安全に。